さあ始まりました木村下拓の旅してやつは、現在22勝5敗4連勝してんですが、内容は気に食わないですね。もう勝つのは当たり前、ここからはあの内容を精査していこうというわけで、一応旅番組な。もういい加減なゲスト呼ばないです。もう勝てるゲストのみ、しかももうきっちりロジックをこう組み立てて勝利に導いてくれる、もう旅しかどうでもいいですね、勝てればいいというわけで、この方お呼びしました。今回のゲストはこの2人です。こんにちは、バスの攻略マガジンの松本ワッチです。その冠いる、まだ僕ですか、攻略マガジンのギリあ、まだいるんです、ね、欲しいです。あ、なるほど、はい、こんにちは、ジャンバリドット TV のジローです。よろしくお願いします。そこはいるよね。いりますね、だって社長なんだもんね。あ、もういらんこと言わんといてくださいって。そんなのややこしいんすから、いろいろそんな高み目指していろいろややこしいんすから。本当ややこしい。まずは常務との戦いが。あ、常務とかいうワード出すのやめてくださいって。常務と戦いとか言うもまずいですって。あの怖そうな女の人、うん、もうおばあ和太鼓みたいなおばあなんですけど、それも言うもまずいんすよこんなところで。出世街道まっしぐら。いやいやで、はい、まあまあ次郎は前回初めて出て後ろの時だよね、はい、そうですね、あの松山くんの時だそうです、松山くんが初めて登場した時です。もうやっぱり強えんだ。うまいですよね。あーね、もう世界一うまい。ありがとうございます。いやもうその通りです、はい、いや本当に負けねえなと思って。だからあの置きに行ったなとは思いますよね、正直。メンツを聞いて、まあバッツはプラマイゼロぐらいとしても置きに行ったなと。あ、今回取りに来たなと思いましたね。さっきすげえ緊張して吐きそうって言って新幹線降りたあたりがこの辺がモヤモヤしてるんですよそこだって東京五輪でもしパスをって競技ができたとするならば、あんた何位ですか。最低銀っすね最低銀っすね決勝進出確定やっぱ吹かしてきてるんで。うるせえな、お前笑ってる場合じゃないんだもん。私ってんだよお前で。私ある意味お前の監視役だからな。私が、そう、私がじゃねえよ私がじゃねえよえ、私が監視されるそうだよ。なんでですか。お前色ぼけじゃねえか、今たるんでんだろお前。いや毎日セックスしてんだろお前毎日セックスしてるかどうか置いといて一年間色ぼけしてるような状態ではなかったです。本当、しっかり買ってきてますしいやこの番組もこう集計してくださいよ、旅打ちも。だって2勝2敗だよ。だってこの番組22勝5敗だよ。22勝5敗、5割なんて恥ずかしいんですよ22勝5敗。22勝5敗ですよ。上昇番組だからね。いやだって僕それ2勝2敗っていうのもその翌2日目ですよね。え？2日目が本ちゃんすからね。いやいやいや、だって今日のやつ、はい、下見って言ったら怒られるからな。あ、そうですね、そうですね、お前先に言うとくけども、下見って言ったら怒られるから。閉店までいるんかって言われるやつですよね。そうそうそう。だいぶ浸透してるよ。ちなみにじゃあ今日も今日で本ちゃんなの、はい、そこで俺すげえ勝ってるよ、はい、で取られた上すげえ勝ってる。よく言うね、よく言うね、記憶すげえ勝ってるすごいね、すり替えが、記憶が。いや勝ってる勝ってる勝ってますよ。トータルが大事ですもんね、2勝2敗でも勝ち越してれば。1日目、おい、どうした、どうしました遊び打ってる初日、本気で打ってる2日目、なんでトータルが大事なんだよ。確かに、バッツさんが悪いですバッツさんが悪いっすこの間、番組に初めて呼ばれていて、うん、つい半年前ぐらいなんですよ、初めて一緒に動画やったの、うん、そこですげー褒められて、どっちがどっちを褒めたの。褒めたというかすごいリスペクトしてるんです。すげえ立てられたんですよ。あ、次郎がバッチをリスペクトしてる。でも僕の耳にはもう次郎くんは木村魚拓リスペクト一辺倒だって届いてたのに、僕と会ったらすげえ褒められて。でもそういうやつだもん処世術でも金メダルだからさあうまいことやっていかんとダメですよね。そりゃバッチさんいる手前魚拓さんのこと褒めてもしゃあないじゃないですか。そりゃバッチさんのこと褒めますよ。これは出世するねという3人で、はいはい、今回これどこでしょうか、バツさん。ここは東京都の江戸川区でございます。東京は篠崎に来たよ。来たことないでしょ。来たことないですね。初めて乗る電車でした。あんま来ないよね。あんま来ないですね。東京観光しようで、ここは東京っぽくないですもんね、全く。ベッドタウンなんだよね。そうですね、どっちかっていうと、なんであんまり呼んだら、やっぱほら新婚さん邪魔しちゃいけないんで、そうそうそう、あんまり地方行って泊まりっていうとまた波風が立つ。そうそうそう、もう結果
麻雀、俺って麻雀しに行っても怒られるんだから結果そうだよ、ね、そう麻雀したことがあったんですけど、うん、途中で帰りましたからね、うん、信じてもらえない、いないっすよね麻雀途中で帰る人、うん、いやもう木村京太くんが麻雀に行くわけないっつって夜地方夜に男4人で宅囲むそんな話があるはずはないと。だからもう問題はですよ、はい、あの家庭じゃないんですよ、はいはい、このベッドタウンに来てこれお店があるのかどうかっていう、どうなんでしょうね、飲み屋とかちらほら見かけますけど、ね、そうですね、なんでお土産を買うところが果たしてあるのかどうかっていう、多分そこが一番のネックですね。実践に関しても大丈夫ですから、確かに任せてくださいそこは。なんでもうまずここスタートが一番の問題になるんじゃないかと。もうじゃあ見つけ次第、はい、なんで一軒一軒が勝負です。もう断られたらおしまいだと思ってください。一軒一軒が G ストップですね。勝負で俺も G ストップみたいなビシッと飲めてもらえないと神なしの状態で。わかりました、はい、じゃあ早速行きましょうか。よはい行きます。この番組は旅嫌いの木村魚拓があえて旅打ちに挑む目的がよくわからない番組である。篠崎駅前だよ。あーいいっすね。いい本当に一番だから。何がいい？不正です。このこんだけ緑あるとかあんまないでしょ。都会に。じゃあまあせっかくなんで、はい、これ誰が持つか決めましょうか。あ、この3人の中で一番力のないものが持つんですよ。力っていうのはそのトータルです。トータルっすよ、ね。トータルです。年齢、キャリア、演者としての実力もあります、パストもあります、人間力っていうのもありますね。トータルですタイっすね。じゃあなんだよお前、ね、じゃあお前が一番この中で長けているものなんだよ。じゃあ一番この3人の中で、ああもう絶対的にその人間性ですよ。これは100パーこれだけは断言できる、うん、一番まあまあそうだね。そうですよね。真面目さ、誠実さ、真面目さ、うん、そういったところを取れば、うん、そこは一番、ね、トップだと思います。まあまあ、はい、俺はキャリアだよ。ああ間違いない。それは間違いない。それは間違いないですね。僕いろんなもん見てきたからね。そのパチスロ担当で呼ばれたと思ってるんですよ。うん、で今お土産パートじゃないですか。そうですね。やったらどっちかちゃうかなってちょっと。あ、僕も出ますよ。パッと見ないですもんね。スカイツリー。あ、スカイツリー見えるの？あ、本当だ。あ、ここいいね。あ、すごい。真正面に。はい。一仕事。ほら。あらららららら。あったよ。うわ。あ、すごい。手振ってる。ババ、ババこの野郎。大丈夫しいのか。ちょっと。上もそうなんですけど、はい、下。いいっすね。エンターテイメント、となわすごい。懐かしい。行ってみましょうか。やっぱ小学校とかが多いんじゃないか。切ります。お願いします。ぜひゲーム屋さんに突入。大丈夫？すげえな。大丈夫？いつ割りの笑顔すごいな。さすが。こんにちは、ごめんください。お邪魔します。お邪魔いたします。ゲームカードとかですか？中古も売ってるんですか？ゲームカード中古もあります。WCCF とかって今あります？あのサッカーのあるな。ワールドサッカーですか？あー、カードカードカード、そういうんじゃないですか？カードは昔のなら残ってない。違うんですよ、俺 MVP のトレゼゲを持ってるんですよ。当時は一番高いって言われてたんですけど今いくらないかなと思って。 MVP のトレゼゲ、フランス代表。昔ハマってたみたい。これってどうやって遊ぶの？だってゲーム持ってた。なんかライフを削り合うみたいな感じなんですよ。単純にカード同士でやる。あ、そうですそうですそうです。カード同士で。こういうところの端、あ、ほらああいうところでやってたりしますよね。大会とかがあったりするんですよ。大人とかがやってるんですよ。あ、ここでやるの？そうですそうです。で意外と年齢層も高かったりするみたいですよ。ここはあれなんだ、大貧民とかやる場所じゃない？あ、じゃないですか。オフィシャルカードゲームですから。ずーっとなんかついてる。ずーっとなんかついてる、ね。ずーっとなんかついてる。カメラ回る前に教えてください。ずーっとついてたんだな。ずーっとついてる。むしろこういう方じゃないの？燃えるのは。
うわ、難しい。うわ、すごい。え、こういうんじゃないよ。あ、高い。びっくりした。スーパーアリノってあれか、元のスーパーアリノ。4号機の方だよ。ストック機の方だよ。うわー、うわー、もうすごい。え、俺これは撃ったことないな。え、嘘。はい。この M771 もう名機も名機ですよ。あの名機迷う方ね。じゃあないっす。じゃあ撃ったことないっす。これお土産いいんじゃない？どれか。確かにいいっすね。じゃあ1人1枚選ぼうよ。これをプレゼントしたいっていう。1個も懐かしいとかなんないっすか？綺麗に綺麗に全部知らん。知らない。1個も知らない。1個も知らないっすね、まだ。うわ、俺これ持ってたな。俺これにしよう。俺このソフト自体持ってました。マジか。はい。じゃあバッチが持ってたというか、そんな何すか。僕これ。何？パチスロアルデオックス。機種は何入ってますかね。花火、ワールドオブライツ、バイオメサイア、ビーマックス、アステカ。あー、いいね。豪華ですね。いいね。ジローは。これ持ってたもん。これでいいですか。僕のやつ。お前がそう来るから、じゃあいいよ、これでサイコ見たらいいし。お前が。懐かしい。懐かしい。覚えて、俺覚えてるわ、これ。触ったところによ、こう記憶の断片が残ってるやつ。あー、だから真面目じゃねえって言われる。これ。はい。いや、夏休み過ごせるね。いや、本当にそうなんだけど、まあ、確かに。だって、まあ、気分が、全般それはちょっと飽きちゃうじゃん。確かに。だけど、これやって、あ、ちょっとハマったな、マジ。ちょっときついなって思ったら、夏休みで。のんびりして、ね、のんびりして、よしっつったら、エイジ。ちょっと待って、どういうやつやったの。違うよ。俺は自分で応募しちゃうの、多分。うわ、もう買ってていいっすよ。すごい、プレイステーション3点セットこれにしましょう。じゃあ3枚セットで、はい、お土産よし。いや、いいのあったわ。ミッション達成。この頃からまだ初めの一歩ってやってましたよね。いや、もう全然、ね、もっと前からやって、カメレオンとかですよ。ああ、そうだ。うわ、懐かしい。あ、なんだっけ、4コマポチ、なんだ西本さんが買えたの。もういや買ってきて。最近バッチ買えよ。あれお前一番ハブリーだから買えば。買えハブリーハブリー、ヒゲの感じが一番ハブリー。じゃあお買い上げさせていただきます。なんか食べたいね。お菓子ないの？一緒に買っちゃえよ。あ、ちょっと待ってください。お菓子も来るかもしれないし。お菓子、僕あれちょっと食べたいんですよね、うん。あれすげえ懐かしくないですか、あのちっちゃいヨーグルトのやつ。これこれ、はい、これ色で味変わんないでしょ。一緒です。僕これすごい好きでした。あ、こっちかな。え、知らないですか。ココアシガレットね、はい、知ってる。タバコみたいなやつなんですよね、うん、怒られるやつやな、お母さん。これ控えめ。一番好きなのほんまにちょっと食べたやつだよ。控えめや。懐かしい。たフレックスガムでしたっけ。パキッと割れるんですよね、うん、真ん中で。ただこれ当たりが出たらこれでしかもらえないから、はい、そうだ、開けないと当たりがあるんだ。ガキの武器こうやって見せたな。あ、ダメだ。あ、懐かしい。外れ残念。外れ残念でした。はっ、えっ、すごい。お前すげえよ。変わったな、やっぱ。こっちの。うわ、すげえ。したらこれもプレゼントしよう。あ、ここで。欲しい人いるのかな。ゲーム屋さんからちょっと歩いて見つけました、一軒。ブティックという文字が。でとりあえずあそこを逃すと、はい、多分ないんですよ。でここは本当に全力で取り組まないと。いや、緊張すんな、久しぶりに。いや、緊張します。これはもうファーストコンタクトだと思います。8万使った後の SGG みたいな感じです。緊張しますね。いやそれほぼ手遅れ。いやまだ分かんない。現実的にほぼ手遅れ、ま、無理ってことこれ。まあ、可能性はゼロではない。じゃあ、また4万いける。4万の SG いける。いけます。ここは、はい、1回ナビ入れた出ただけで終わりとか、そういうのは絶対ダメ、はい、いける。行きましょう、はい、全力で。あー、だからここはやっぱ
一発目やっぱゼロに行ってもらわないと。僕で行けます。会心のようですぐ行くから援護射撃でガンダムよ。ガンダンクとガンキャノンみたいな。あ、じゃあ僕が頑張るとダメですね。まだから遠くからドーンってドーンビームサーベル持っていきます。ごめんください。行けガンダム。あ、ありがとうございます。あら来た。そうすごい。どうよ。援護射撃が強かったさ。全然信頼を得てないガンダムでしょ。ただまあまあはい。じゃあとりあえず入ってみましょうか。そのメンズはないんですよね。はい。あれ、これお買い得28,500円っすね。28,500円。ばあちゃん。28,500円っすよ。これいいんじゃないですか。季節的にも。これは意外と後ろも空いてるから、うん、うん、いきますよ。パンツもゴムなんで、これはいけそうですね。お前ら舐めてんだろそれ。おや、おいおい。あ、なんだそれ。今、はい、今二人ともすごいドキドキしてますから。どっちって。お前らすごいドキドキ。二人とも舐めてるよ。舐めてます。で絶対勝ちに行くぞっていう戦闘服じゃねえんだぞ。ピクニックじゃねえんだよお前らは。ちょっと軽装で来ちゃいました。ちょっと勘弁してくれよ。俺はもう戦う気満々だよ。顔ですけど、うん、着替えろ。ほらどっちどっちがいけないんだ。ああちょっと一回当ててみる。はい。どっちがいけないんだ。おい、上下別にしてみる。いやいや、何言ってんだ。セットだ。スーツだ。戦闘班の軍服上下で違える番がどういんだ。下だけだったらいけないな。すごい名結果。じゃあちょっとどっちが着るか楽しみにしておいてもらっていいですか。じゃあ2人着てみようか。はい。あ、で似合う方にしようか。ああ、そうしましょうか、うん、これは後に着た方が不利だな多分。いや、そうなんです。そのまま行けみたいな空気感なるんで。じゃあ順番決めよう。じゃんけんじゃんけんで順番。これめちゃめちゃ大事なじゃんけんじゃないですか。勝った方が先に切るって。はい、わかりました。最初はグーじゃんけん。よし、あとか。ひどいね。出まーす。あれあれ、なんかお前着こなすね。やっぱり全然普通じゃん。なんで急に2丁目になるんだ。顔作ってますよね。これジロ着る必要ない。おい、じゃあですよね。そうなるよね。あれ、これいい色だね。おー、いい、すげえいいよ。本当ですか。ただやべえよ。いや、刃物は持ってしまったんだよね。本当に。だって飲み屋3軒経営してそうだよね。なんでこんなヤバくなるの。ねえ、ねえ、ちょっと、はい、あのそのまま、ええ、その靴履いてからでいいから、はい、その通りから出てきてくんね。はい、今日は篠崎に来てますが、はい、さあどういうね方がさ、ベッドタウンなんだよね。やべえ。お前ほんとやべえよ。やべえ、やばいよ、ね、え。いやでもやばいイコール戦闘態勢ってこと。尖ってはいますもんね。確かに。もうもうもう向かいの店の人めっちゃ見てます。いや、なるよ。それはなるよ。もうずっと笑ってて。笑顔を絶やすな。すごい、とろろ昆布感がすごいんだよな。めっちゃ変ってわけではないっすもんね。いてもおかしくなさそうな。俺、とろろ昆布って言って何を言ってんだなと思って、この太陽の下来たら分かった。とろろ昆布ですからね。どう見てもとろろ昆布なんですよ、僕。よか、まあ、ジローによかった。太っててよかった。多分ちょ、太ってないっすよ。誰が太ってるんですか。ちょっと待ってください。どういうこと。来ましょうか、そういうなら。出た。なんで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 。何、え、全然太ってないですよ。体幹が大きくて。ああ、そういうことですか。骨格とかの話ですね。全然意味変わるんで。びっくりしましたわ。急にナイフのようになるんで。何、そんなに。びっくりした。行きましょう行きましょう。太ってんじゃん。だって太ってる。誰がっすか。誰が太ってんの。
てんすか。ちょっと待って、怖い怖い怖い。え、なんで？え、全然わかんない。ほら、え、全然わかんないです、意味が。びっくりした。あ、そうかい、はい、太ってんのかと思った。太ってる。誰が。さあ、一通り終えまして、はい、やってまいりました。ここはどこでしょうか、次郎さん。ベルシティ篠崎店さんです。おい、素晴らしい。ありがとうございます。何回か来てるよね、俺らは。はい、来てます。お邪魔してます。その時の勝率どうなんですか。ああ、もう全勝だよ。嘘だ嘘だ嘘だ、すげえ負けたよな。すげえ負けた。何まりいい思い出。あの南国の結構導入されたばっかりの時で、ええ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 、そうだな。うん、ひどい目にあった。ひどい目にあった。モードを追っかけて、なんかリセットダウンのどこ言って、うん、それは狙い方を間違えてみたいなことですよね。いや、お店が悪いように聞こえたなと思って、いや、それはでもここがっていうことかなって。まあしょうがないですよ。まあまだね。東京、まあ、東京五輪銀メダル以上確定、確定の方にそれ言われたら、まあまあこれは悪いって言われても、まあまあまだ黙ってきます。まだ黙って、もうそれはもう結果残してくれるだろうから、それはまだ黙ってくれる。俺はもうどうしましょうね。まあまあここはいいでしょ、ちょろっと出た感じで、うん、はい、いつも通りやるんですか。遊びってことですもんね。そうっす、5000円5000円で乗り打ちでっていう感じですけど、うん、そうじゃない、あの戦い方として、まあじゃあ今日は泳がしてもらいます。おのおの打つような感じですか。あ、なるほど。それによって我々結果が出ないようであれば、ああそらそうですね、ご指導ご鞭撻を、兵隊に徹するしかないっていう。あ、もうもちろんもちろん。逆にこう僕目線じゃないこう気づきがあるかもしれないってことですもんね。そう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 っすよ、はい、気づきだって。俺パスの一生ガイドやって気づきなんて書いたことない。一度もねえよ。でももしかしたらあれですよ、その気づきは打っている間じゃなくてパチロボを見て、あら、何かこう見上げる。おしゃれ、おしゃれだな、導入の仕方がおしゃれ。持ってきましたね。勉強になります。これなんで必ず QR を読むようにして、はい、わかりました、マイホールに加えてくださいと。はい、アプリで、はい、じゃあ一つ気づきのお土産を、わかりました、持って飯行きましょう。よかった。あ、気づいちゃうもんね。実践開始だよ。すげえ、でも久しぶりですね。2、3回来たことあるかな、なんですけど、ここ本当に1年は来てないんで、どういった感じになってるのかさっぱりわかんないんですが、あー、おきどき転生、こっちバラエティー、あ、見つけちゃった、見つけちゃった。これでしょ。ちょっと店内ぐるっと見ていきます。あー、でもちょっと沖縄から17回前かな、118、早いね。こっちも35、これリセットかかってそうっすね。100に3、4、5、6、7、64、76、僕これ打とうかな、多分これ打ちます、多分これ打つんですけど、一旦見て回ります。あ、いるいるじゃん。あ、番長 A でもいいや、良さそうなのがあれば。4の6、こっちにするか。いいっすね、番長 A 1000ゲームで4の6。あ、ええやん、こっち。ボールの QR を読み込んでマイホールに登録すると、より詳細なデータが見られるよ。マイデータを取る場合はまずはホール機器のマイデータを開始しよう。やめる際にパチロボで QR を読み込んでマイデータを回収しよう。さあ、ドリームくん、これそうか、旅打ちでは初めてですね。チャンス役を引いて、で、まあ何分の1か抽選するとこの球が飛び込んで、で、ここで手前穴に入れば当たりっていう AR 的ですね。まあ、ちょっと変わった AR 的、あの見せ方が変わってるっていうだけで、基本的にそんなで当たると
最低5セット、1セットあたり100万円ぐらい出てくるんで必ずそうか500枚は取れるっていう感じの、なんで見せ方がちょっとこれ変わってるっていう感じですね。でジャグラ昨日なんか強いな、あの一発目何の騎士か行くか分かんないですけど一発で積もれることなんて稀なんですよ。でまあ3人いてもなかなかね誰も何人もできませんでしたっていうパターンがあるんで、そのリカバリーをできるように見ておこうと。ジャグラーシリーズは今日打たないにしても入っているか否か、これとか入ってそうっすよね。はい、というわけで、私の方はパチロボの登録も済みましたので番長 A、 オス番長 A ですね。ボーナスプラス RT タイプのもうやっぱり基本5000円なんで、私思い返すところ旅に来て初日の5000円を守ったこと一度たりともありませんので、まずはあそこを守ることから始めようと思います。なので今日はねノーマルタイプを行って、しかもねもう1万役も全部取っちゃおうと思います。中リールにチェリー弁当弁当をビタ押しすると全ての1枚役が取得できる。はい、で今白枠フラッシュしたら、2連7おチャンス目だこれ、8枚チェリーを8枚で取ることはできるんですけど、ここまで滑った時は実践上チャンス目ですね。一応狙ってきます。赤7いつも狙ってるこのチェリーで、ここにバー赤7この額がついてるチェリーバーで8枚役なんですけど、これはチャンス目でしたよね。白枠フラッシュのチャンス目、チャンスでボーナスがいるんじゃねえかとなったら、今度は右リール下段にバーをビタ押しすると、でこれで白7ビッグ、白7白7白7で赤7赤7白7がなしなんですけど、リプレイの可能性がある。リプレイの時はまだ分からん、リトライで4コマ滑って白7が降って飛んできたら、まあ、ほぼ弁当か、白ケツのビッグ確定、飛んでこないね、まだリプレイ、あー厳しいか。チャンス目引いた後はプチ RT に入るんで飛んでこない、最後までわからん、あープチ RT のまま負けと。一番避けたいのは外線とかハーデスを打ち設定変更がかかっていないこと。これも言ってないな、超えてないっすね。外線は1台もリセット天井を超えていない。あっちゃーあっちゃー、ふざけた、あ、まあ、ふざける、ふざける日ですからね。よし打ちます。朝一一発目76ゲームで当たって今57ゲームの台モード B です。遊びって言っても遊びって言っても勝ちたいんですよ僕は。パスロはなんでこれ打ちます。液晶は何にも気にしなくて何にも夏といえばとか 出てきましたけど特に何もないんで、これはチェリーで クルーンと出てきたら飛び込むと。あー来た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 、これ来た、さあ入りました、入りました、入りました、入りました。もういきなりさあ1000円、球が来るぞ、球が来るぞ、球がこれ手前に入ったら当たり、手前に来たら当たり、これだけ、これだけ、ただこれだけ。さあ来た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 、手前に来たら当たり、手前に当たり、手前ちょっとダメっていう本当にすごくシンプルなゲームです。っていう風に子役を全部取って、しかもボーナスタッチもどんどんガシガシやっていけば、設定1でもペイアウト 100% 超えると言われているので、理論上私間違ったことはしていません。ただ一つ問題があるとすれば、この服に肩パッドが入っていてそれがすごくかゆいさあこれきっと大振りが出ればクルーに球が入る。おおお、まあこういうなんか小バカにした感じですね
まあ、5000円投資上限っていうのを真に受けるんだとすれば、まあノーマルになるってもんだけどな。あ、ネオシンミスかな。これ1個も早いと1、大体あの第一ショートの時はあの一枚役なんですけど、多分1個も早く押して白七が起こってこなかったやつだと思う。多分しかも岩尾意外と暑かったりして、あっち、これは暑いぞ。まあ弁当の可能性もあるけど、消灯してるしね。第3消灯の弁当の可能性もあるんで、白7を、あー、いる、赤赤白だ、いらっしゃいます。どうし、うわー、別格です。通常時に鏡が出てきたら別格です。わあすごい、揃えちゃうか。でもコインがもったいないから、オーケー、投資2000円。いやー初めて鏡出てきた。ちょっとね、まあ今回バッチとジローなんですけど、まあ正直そのことパチスロということにおいてはもうジローには俺は全幅の信頼を置いたわけですよ。まあ任せときゃ大丈夫。一方バッチことパチスロということにおいては俺全く信用してないんですよ全くね。特に旅打ち、あいつはもう口ばっかりしょうもねえなっていうのがあって、まあジローにちょっとね、しっかり教育してもらおうっていう。大事なんですよこの前日の実戦っていうのは。もう前日に参入するって、タコスコに負けて帰ると、明日大振りしがちじゃないですか、参入揃って。そうするとやっぱ怪我も大きくなるから、前日をそれなりにこうまとめるっていうのがいかに翌日の戦いを有利に進めるかっていうことに木場さんもそろそろ気づいた方がいいです、ね。正直パッチプロ、まあ、いわゆるパッチプロだけで成形立ててるとか、パッチプロ大好きな大学生とかいなさそうな雰囲気っていうのも、まあ、おきどきのモード B 狙いってやっぱり結構みんなするんすよねっていうのが、この時間にこれが空いてるか、だからまあ前日じゃないのかなと思って店内見て回りましたけど、据え置きっぽい挙動は見つけられなかったんで、多分リセットかかってそうだけどな。もう絶対5000円とか超える気しかしないんですよね。平均1万円かかるからな、おきどき。でもこっそりこっそり行きゃ帰ってこりゃ問題ないですからね。あ、今度はこれ8枚で取れるやつですね。今白枠フラッシュしたんで、赤7チェリー弁当、弁当のチェリーで、あとバー、これで8枚取れるんで、これをチェリーで取っちゃうと4枚なんで、これね意外とね見落としがちですけど大事ですからね。しかもまあ当たる可能性もある。でこうなったら、白レギュラーを狙って、外れたら次は赤ビッグで、ダメならあとは赤レギュラーのみと。でボーナスはいないよっつってね。ちょっと強気に出すぎたみたいなとこあるんすよ。の手前負けたくないんすけどね。1日目も僕が最後に見かけたジロー君はおきどきの島を見てたんだよね。正気かと、補正でどうにかしようという気がないだろうあいつ。遅れた、当たりましたね。投資が4本、200枚です。145ゲーム、点滅見た方がいいです。これは通常点滅、あビッグよ、いい、ありがとうございます。まあモードしたとかしてるんでしっかりと点滅を見た方がいいと。よーし、5000円以内で当たったよ。いやここでやめるわけ、今5000使い切ったんですけど、このままやめるわけにはいかねえだろこれ。だってこれクルー以外であるとすれば、まあ、さっきのクルトン、
もしかウルルンぐらいだな。いやこれ大丈夫だろう。では1000円足しました。ほらほらほら、もうこれ来るんだ。よし来い。めちゃめちゃイラッとすんな。あいや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 、当たってますよ。いくら？2000です。2000。もうしっかりしようやろ。もうなんだよ。もうな、もうないですか？とりあえず。クルーン飛びました。今は。え ？ART 消化してっから。あ、当たったんすか？ドリブクルン。さすが。すげえ嘘くせ。俺が痛むな、なんか。すげえ嘘くせ。正解、クルトンだよ。ジローちゃん、置き時計打ってたら5000円で間に合わないでしょ。当たってる。バケモンがちょっと本気出したみたい。マジかよ、あいつ。どうしいくら。どうかしてる。この嘘偽りない数字を見てください。ちょっと使いすぎじゃね。怖っ。使いすぎ。4000も使ってんだってよ。4000も使ってんの。あ、そんな絶好調なんすか。おいくら。僕2000です。これ6000。いや、めっちゃ足した数字じゃないですか。あ、でも当たってんすか。はい。早っ。早っ。当たってないじゃん。当たってないじゃないですか。もう重がまだありますけど。おい、じゃあパチンコ、パチンコ見てくる。え、ゴーマですよね。いや、でもまだ気づきが得られてない。まあ戻せばいいですよ。戻してくれればいいですよ。しっかりしようね、あら。クルトンが生きってる。いや、しっかりすんな、俺の方だよな。本当に。何なんだ、あいつら。なんで危険だよ。やめる場合は、まず、データ機器のマイデータを終了させよう。出てきた QR を読み込めば、マイデータを回収できるよ。211枚。さあ、200枚取るために置き時計売ってるんじゃないですよ。天国にあげるため。1000枚出す。モード B にいたとならば 50% で天国に移行してくれます。本当だよな。あ、チャンス目だ。おっしゃ、俺も持ってこい。負けるぜ。レギュラー来て。これで多分ここの目押しが正しければもういないの確定なんですよね、残念ながら。あ、唯一不安があるとすればここのビター。うん、今のは遅い。ここむず、あ、いないな、押せてる。あ、リプレイか。本当に目押しが上手い人だったら、その一番最初にこうピッて押しただけで揃えられたんですね。まあまあまあ、愛嬌愛嬌。よっしゃ、いた。見られてる。光ってくれ。光ってくれ。おい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 。おい。30。あかん、あと2ゲームしかない。うわ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 、ラスト。落としたんかい。しっかりしようね、やろう。すいません。じゃあ
自分がおかしいって分かってると思うんですけど、いやでもまあすいませんすいません、いやいや俺はこっからやから、ああ今からですか、俺はこっからやの意味が分かんないですけど、まあまあさあ白ビッグも20ゲームでござると、いただきセレクト番長でしょうか、そのままよっしゃ行くぜ、うわー熱い熱いね、おい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 、ホットなやつが来たじゃねえかおい、ムーブ一角チャンス目かな、あー最高、しかもチャンス目なのにそのチャンス目入賞のフラッシュなし、違和感系あれ上がってこいよ、ビッグで、あーレギュラーかまだ分からん、いや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 討伐、ボーナス確定、おおいいねこれめっちゃでかいよ、これ燃えてくるな、よし、よしチェリー、チェリーから光ってノーマルパターンか、はい、チェリーから当たってたら別格で、チェリーの自ゲームにたまたま当たってたらレギュラーもありうると、チェリーからかな、わかんないですけどね、それは、はい、ビッグ残念無念610枚610枚の前にも100枚ぐらいは持ってたかな、多分もう500枚600枚ぐらいは3枚で浮いてますね、そこまでね、まあ天竜のが当たったらでかいですけど、そこまでのホームランは必要ないんですよ、場外ホームランは必要ないんですよ、俺まだ投資が8000だから、点1ぐらいのホームランで十分なんですよ、ホームランはホームランなのね、チェリー天国中なら熱い、あうわこれ上がってないぞ、もう11や、おぉ29、うわ微妙やな、いたんかな、いなかったとしたら早いはず当たりやな、ビッグです、ああサプライズ嬉しい、さっきの29ゲームという絶妙の当たり、もしかしたら初当たり、もしかしたら天国、いやおるやろ、いる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 はずです、さすがにいいね、10ゲーム通常、よーし勝ち確です、ありがとうございます、さすがパチスロサイボーグ、梅屋さんといい、二郎君といい、なんで時々はこういう人たちの味方するんだろう、私は非常に腑に落ちない、こういう人たちの方が簡単に天国に当てて飛ばして伸ばすんだよな、もうちょっとお時間いただいていいですかすいません、いやもう全然全然、多分だけど木村さんの顔を見る限りまだ足りねえから頑張って、うん、まだ足りない、俺も500枚ぐらい浮いてたぜ、あ、本当ですか、うん、でもまだ足りないから多分そんなことが起こりうるんですね、うん、多分当たってない当たってない当たってない顔してる、わかりました、うん、もうちょっとだけ頑張ります、頼むわ、おーチャンスね、
はあ、注射か。おお、レギュラー、赤レギュラーでしたね。残ってる可能性の中で一番安いやつ。ああ、飛ばしちゃった。600ゲーム、まだ600枚、まだ足りてない。こんなとこで終わらすわけにはいかんぞ。お願いします。よーし、よし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 、826枚。さあ、もっぱつビッグを引けば目標の1000枚です。おおお、むむ、青と紫で弁当とチェリーしかないけど、うん、紫って、あー、いる、そうよね、紫はチャンス目だけだよね、タイはね。よーし、ビッグで頼みたい。わあ、3つとも黄色い傘、豪華。あいや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 、うわー、出た、強肩抜けて、あー、疾風抜けて、煉獄抜けて、粛清、そしてバンカー、はい、抜けて、確定、抜ける、青、これ青か、もしかすると青じゃないか。よし、来た、2発目の青ビービー。なんという強行だぜ。やっぱり初日は強いね。よし、上出来だろう。投資は2000円、100枚、獲得枚数がおそらくパチロボ上だったは710枚なので5600枚の浮きでございます。いやー、完璧だった、いい番長 A でございました。トータルで浮いてるかどうかですね、問題は。際どいラインだと思います。さすが1日目の松本と呼んでください。ありがとうございます。ちょっとまだ外が明るいんで、まあ、酒って感じじゃないかな、はい、そうですね。お、ちょうど来た、ありがとうございます。カレーの店に、はいはい、しかも有名な篠崎セットっていうのがある、篠崎セットについてはこれまだ終始ですよね、気になります、非常に、うん、僕も気になります。終始とあと気づき、あ、はいはいはい、大事ですね。終始、うん、私からいきましょうか、うん、私、プラスの646枚。おー、やばいやばい、どうしたん。いや、本気出そうって出しちゃった、はい、でちょっとなんかパスルでは買ってますみたいな、どっか来るなと思って、プラス646枚で、気づきは、気づきは、外線とかゴッドコーナーがちょっと奥まってて、番長3が手前にあるじゃないですか、絆が。でも多分一番強い騎士はサラバンです、あの店手前に置く、手前にあるのが番長3とあの絆だったんですけど、一番回数とか過去とか今日も稼働ずつらサラバンでした。昨日なんか出てたよね、出てたんです、今日も出しました。ボア戦も結構30回超えとかプロポンと、なるほど、さすがだね、やりました、いや、すごい着眼点が。で、ジュリオさん、収支は、投資200枚、回収が830枚ぐらいなんで、プラス630枚ぐらいです。あ、負けてるんだ。ちょっと気にしてたんですよ、僕それ、あの、おきどき売ってる最中に、バッツさんに声かけてもらった時にプラス500枚って言われて、うん、これは負けられへんなと思ってやりきったんですけどね、まさか。投資100枚、くそう、いでもまあそこじゃない、気づきの方だ、問題は店内全リセでしたね。なんでわかんない、マジ、え、マジ、はい、
前代リセットでした。あの時代、あの時間から行って。なんでわかんない。まあ、オキドキとかもリセットかかってましたし、番長3とか凱旋とかも、うん、はい、据え置きで当たってるゲーム数の窓マギとかサラバンとかなかったです。お前すげえな。そんなのわかんない。マジか。はい、ほう、フォルコード、はい。でまあ、朝一行く機種じゃないんですけど、ジャグラーは結構強いっすね。朝一から回してる人いますね。狙ってる人います。店全体見てた、見てきた。はい、これは気づいてましたそれ。もう、うん、残しといてくれたんですよね。うん、それは先に言われると思わなかったから取っとこうかなと思う。まあ俺マイナス9000なんですよ。いやただ、はい、足りたいから気づきは天竜と天海戦が1回交換でした。まあまあでかい、まあでかい、確かに気づくっていうか公言してるんですけどね、向こうが。パチロボじゃ分かんないですもんね。分かりにくかった、分かりにくかった。椅子とかにしかなかった、一回こうかって。あ、何来たよ。9000か。でもまあ思ってないちっちゃかったな、あの雰囲気。絶対一回も当たってねえよと思って。すごいね、あんたたち。だ僕は1日目は毎回こうですって、だから忘れてるようですけど。本当？はい。バッチって25の時何したの？ジローと同じ。25、僕ライター1年目です。ライターにチャレンジした年です。だよね。その時にこの場に来てたら、お前そんなこと、俺と同じこと言ってるよ。天に行かごがでした。俺は、俺そこ通ったことないです。この先は分かんないですけど。そのルートまだ通ったことないです。この先通るかどうか分かんないです。まだ通ったことないです。出てきたわけではない。そっちの道には行かないようにしたいですね。あの天竜川とかの。おい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 、嫌な匂いする。ちょっと待って、向こうは嫌な匂いがする。そうなんですよね。何ちょっと待って。じゃあ、はい、まあジローは、はい、今スタートはしますよ、はい、しましょう。っていうとルートはいくつあるんですか、その先々の。まあ、大きく分けると2つですよね。2つ、はい、1つは、1つはもうその、まあ、梅屋さんであったりとか虫の検査みたいな、こうガチバッチはそこに入んない。あ、って考えると中間層もいるのかな。じゃあ3つですか。3つですね。だから、はい、梅屋選手とか篠健が言ってる、はい、まあスタンダード、まあ何て言うんですか、王道ですよね。王道ルート、王道ルート、はい、まあこっち天竜ルート。竜のつながり、竜のつながりの方。天竜ルートがあって、はい、でバッチのその中間のルートっていうのはバッチの方が誰がいるんだよ。なんかでもライターさんとかやっぱ詳しいけどふざけつつもみたいな人が多いじゃないですか。嵐さんとかもそうですね。牛尾は、牛尾さんはもう天竜ルートを完全に。ズブズブじゃないですか。社長言われてますよ。そうか、っていうと圧倒的にその王道ルートは少ないんだね。いや減ってきてますよね。伊藤氏はどこ。伊藤氏さんまだ王道ルートやと思ってるんですけど違いますかね。都心さん結構変わりない感じしますよね。やっぱ王道にいるのかね。王道をずらしてますよね。トゲありますね。王道ずらってことは実際にはずらって、そっちをずらじゃないでしょ。王道みたいな顔しやがって。伊藤さん王道ずらしてると思うんですよ。ハゲ言われてるぞ。僕もでも言われたな、あのテレビの番組とかの企画書出すときに、もうそのルートには嵐がいるからってめっちゃ言われた。あ、そんなことだ。これ嵐くんがやった方が面白くないって局から帰ってきたことありました、テレビの企画書が。そんな恐ろしいこと言ってくる。それちょっとやってやろうぜマジで。僕も確かにって思います。何年前の話。5年前とかですかね。6つぐらい企画出したと思うんですけど、でも編集長そういうふうなことか言われて笑いながらみたいな。でも確かにそうだからよく読み返してみて言われました。僕もそれ読んで、それ聞いてそうですねって言いました。だ無理なんですよ、その座ってる人をどかすのって無理だなと思ったんですよ僕も。だから椅子を置くしかねえんだ。
無理じゃん今から篠のけんさんに取って買われって言われても。だからだからあれだろ、ちょっと太ったわけだろ。ずらし方がすか、誰が太ってるんすか。びっくりしました今。ザキさんも梅屋さんもシュッとしてるから。どうしましょう明日。明日ですよ問題は。だから何何で並ぶかによらないですか。最初そうですよね。だからその前日っていうのがね、はい、まあ、うん、恐らく今日がそうっていうことは明日もそうじゃん、うん、多分そうですね。ってなったらじゃあどこに行けばいいのっていう朝は。そこですよね、うん、最近何打ってきたんですか。天竜朝っすよ朝。リセットあるから。気持ちがリセットされる。聞いてね。そっち側のリセットは聞いてね。恩恵ねえじゃねえか。どうしますか。もうそこはもうちょっとパチョバに地方設置記事を書くんですけど、やっぱり気になるのは、うん、あの増大された盤上3じゃないですか。うん、増大されてた。多分されてましたね17日に。でも3人で並ぶってなるとでリセットって考えたら僕凱旋しかないと思っちゃうな。凱旋はありだと思いますね。じゃあ候補一つが凱旋、はい、次が僕はまあ番長気になりますね。あと3 3です。なるほど。伊藤が番長教えてくれないと全然言う。一応朝ちょっとしたその並べるでしょ。あれあれ並べる対決連チャン並べるまでにならないと行ったらリセット50パーですよ。それも。あ、そうなの。50パーで前日の引き継ぎ。リセットの10パーで1回目の対決必ず勝ってその半分で8割ループするんです。すごいね。だからリセットかかったら一発目対決で 5%80% ループ持ってこれるって考えると 20台に1台は全台リセットしてれば。ああなるほど。お店はあんまりリセットしたがらない。したがらない。したがらないですね。なるほど。まあただ番長3狙って間違いっていうことは多分ないと思います。ないと思う、はい、確かに。じゃあまあどっちも目まあ明日朝決めようか。そうですね。じゃあ番長3か凱旋か。はいはい。じゃあ今日ちゃん食べて、はい、営業しなって、はい、明日さん、はい、また会いましょう。わかりました。次回の後編は、うわ、うまっ。するよ。何も引いてないんですよ。何も引いてないの。あ、BB じゃない。うわー、来たー。出た、番長の朝のボーナス。先手されです。店長。すげえ！だー！顔にツヤが戻ってきましたよ。完全に分かりました今。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。